吉野さん、やっぱ続けてる人は強いですよねでなんか思い立ったが吉日って言いますけども思いついたらすぐ行動するその競争がまずは打ち破れなかったりするんですよやろうかなーとか思っても次の休みからとかねやろうかなーと思っても来年からとかねで来年からやろうと思った人いると思うんですけどもどうですかね今年になってやってますかねっていうところをね聞いてみたいですね 実は先日ね年がもう変わったんでなんか何かをコツコツやろうと思うんですって方から相談いただいてでブログをね始めてみようかと思うんですけどもっていう風な話になってきたんですよでまあ始めればいいんじゃないかなと思っていろいろアドバイスさせてもらったんですけどもちなみにドメインはどうですかとかねまあそういうサーバーとかはどうしましょうかって話になってきたんですよだからやっぱりねこれなんですよねあのアメブロでも ライブドアブログでもいいからとりあえず書いてみましょうやってで書いてみてね100日ぐらいずっと書けるようになったらそれから考えればいいんじゃないですかって大抵そこまでいかないんでドメインサーバーを取るのに一生懸命やってそれだけで1日二日経ってねいや今日は疲れたからまた今度は休みにしようかなっていうパターンになりますからねでまず書き始めましょうってことでその時は落ち着いたんですよで1日経ってまた相談事いただいたんでブログの時はみたいな感じでねで聞いたんですよ 昨日から今日にかけて10記事ぐらい書いたんですかって言ったら「いや別にまだ書いてないんですよ」みたいな。始めないんですよこうやって。うんその人は悪く言うわけじゃないんですけどもこの心理と戦わないといけないんですよね。でテーマが決まってないなら例えばこれからブログを書こうと思いますぐらいのエントリーをなまず投稿してみるとか。でもいいと思うんですよ。ねこれからブログを始める宣言とかね。で皆さんから希望のテーマはありますかみたいなことを読者がいないの承知で書いてもいいと思いますし。 まあそんんなななととこじゃないかなと思うんですよで自分が自己紹介プロフィールとか書けるわけですからねまずは。で何かで、ね、んかの一歩を示すことなんですよ。で書きながら修正していけばいいんですよ。どうせ読者いないんで最初はね。書きながら修正すると。であと私とつながって,いってるってことは、まあ、私は同じ即果塾の塾生さんに「塾生のブログですよ」って紹介することもできますし。 ここのテーマどう思いますすすかって感じででで聞きき取りをするるともできるんですよだからそういうのを活かしてもらいたいなと思うんだけどもそういう発想にも至らないっていうことですかねだから行動が遅いのと発想がいまいちないのと結構ね、うん、アクション行くまでに何日か,かかっちゃうっていうのが現状ですよね、まあ、だからねだからなんかとりあえずやってみるっていうのが勝つんじゃないかなと思うんですよまず最初のレースとりあえずやってみるっていう人が少ないってことなんですよねいってらっしゃい。